今度こそ本領発揮となるか。超良血のスイープアワーズ、オス4、立東、友道康夫9社、が、土曜京都 12R の4年上2勝クラス、芝1600メートル、で巻き返しを狙う。スイープアワーズは父ディープインパクト、母スイープ東証、母の父エンドスイープの決闘。日本生まれの父の産駒としては最後の子。また、4年の秋華賞、5年の宝塚記念とエリザベス女王杯を制した母のラストクロップでもある。前景のスイーズドリームス、半紙のスイープセレリタスはオープン場。21年のセレクトセール1歳では2億円、税抜き、の高値で取引された。ここまで8戦2勝。前々走の1勝クラスで竹豊騎手と4戦ぶりにコンビを組み、後方から大外一騎の差し切り。かつてない切れ味を発揮して、本格化を思わせた。しかしながら昇級戦の前走では1番人気に押されながら7着敗退。母に似て気性の難しさがあるのか、まるで別馬のような走りだった。今回も竹豊騎手が手綱を取る。汚名返上で3勝目となるか、それとも、明け4歳の良血馬にとって、今後を大きく左右する一戦となりそうだ。